畑を耕しているとまた大きなミミズを見つけました。多分生ゴミを、よく撒いてるので、だから大きなミミズがいっぱいいると思います。高菜を2回目の収穫です。このネギも植えていきたいと思います。今から本を返しに行きます。図書館が 1,2 分のところにできたので超便利です。図書館は超おすすめです。もし欲しい本があれば、頼めるので図書館は本当に便利です。あと Wi-Fi もあるので。おしゃれなライトだなと思って近づいてみるとペットボトルでした。これ、この後、セカンドストリートという古着屋に行ったんですけど、かっこいい時計があって、なんと6300円、でこれほぼ新品で、家に帰って調べてみると、3万6000円という商品ということが分かりました。これは得したお買い物だったような気がします。